はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。今回ね、使っていこうと思うのがヒヒダルマなんですけど、まあ前の動画でも出たかもしれないんだけど、ヒヒダルマなんか相手の構築にもいるしさ、結構いるんよね。で、ヒヒダルマヒヒダルマ1体いるだけでね、まあ受け回しは戦術がめちゃくちゃ歪むっていうところがあって、まあ、戦術無理じゃなくても、そう、なんていうの、無理な選出しても、立ち回りで、まあまあ、ギリギリなんとかならなくはないけど、結構怪しいんだよね。まあ、ほぼタクっていうか、そういう感じになってて。まあ、これ、ヒヒダルマきついのはお互い様かな。相手はただレヒル引けるから、まあ、レヒルは絶対出てくると思ってよくて。まあ、黒バヌにイベル投げればいいから、ダルマイベルヤドキングとかでいいか、選出。で、レヒレいじめれると多分勝ってるのと、ヤドキンの毒一貫してるから、まあ裏潰してみたいな感じで、まあやっていくか。あと相手地面の一貫が、まあゴリラが自信ちょっと強いぐらいで。いや、これでもさ、お互いヒヒダルマでさ、同速勝負するわ。いや、ヒヒダルマに対する回答、用意できん。あ、レヒレから来た。それはいいかな。まだ厄介なのが5つ目ある場合かな。ここね、変にドンボとかしないで直引きした方がいい気もするかな。で、まあ多分相手のダルマを削んないとこっちイベル通んなくて、相手ダルマ投げてないとイベルさすがにきつすぎるから、まあ、絶対にダルマいると思っていいんだよな。で、宿金に地震飛んでくるタイミングでイベル引くか、時間のある氷技を押してくるかどうかみたいなところだと思っていて、僕のこの構築誰も誰もに勝てないな。それが非常に良くない。で、イカ超レヒレなのはまあほぼ確だから、ここ誰も出てきて誰も削れてて十分かな。誰も削って、で、このレヒレ多分イベルで倒せなくはないと思うんで、あ、ここバドなんだ。ここバド飛んでくるんか。それあんま思ってもみなかったな。スカーフトリックとかメガネトリックしてくれると、僕こっから最強になれるんだけど。まあ、素直に。ダルマジャクチの方がちょっと嫌だったけどな。まあ、イベル引くか。バドレックスに対してはまあ、近伝の相性的にイベルタルがめっぽう有利だから。まあそういう意味だとイベルタルってちょっと構築組みやすいんだよな。あ、全体をしやすいと思う。あー、でかい。ヤドリギ型か。ここさすがにバドレックス側引かざるを得なくて、引くならレヒレで。まあデスウィング打っていきたいかな、積極的に。レヒレ。で、ダルマは、でレヒレ処理できたらこっち別に、ヤドキン TV。でもいいからな。オッケー。急所でか。急所超でか。これでスイングレンドでいい。まあ、レヒレ回復できないから、ここ処理すると結局、ダルマの一貫が結構できやすいっていう話と、ヤドキンに僕何回でも引けるから、そんなに別にレヒレきつくないんだよね。次のデスイングで取れるか。で、ムンフォ絶対耐えるでしょ。イベルタルのデスウィングがね、つい怒り。あの、ヤドリギ避けてんのがだいぶでかい。で、急所も引いて、僕やりたい放題してるからな、結構。フィールド切れる。ねえ、ここ別にデスウィング連打いいか。ダルマの私は多分できないんだよね。デスウィング不意打ちとか、絶対無理になるから。オッケー、レヒレ処理。ダルマミラーで、どうなるかっていう感じぐらいな気がするけど、だるまさえ削れればイベルで全部取れる。逆にイベル僕捨てれないんだよね。ここバドから来るんだ。ヤドリギ型でしょ。多分ね、何もできんと思うんだよな。何もできないでしょ、さすがに。バック派から入っていいよね。不意をする理由あんまないと思ってて。身代わり、はいはいはい。それがまあまあ鬱陶しい。
こっち弾で削れてくからな。昔もね、バドレックスが突然身代わりしてくるみたいな、まあまああって、で当時はダイマックスあったからイベルタルって技スペちょっと余裕あったんで、ね、そういう意味で、イベルタルにバークアウト入れてた時代があったんだけど。いやー、ここにアドリギューザアクハレンダどうしてんだよ。このデスウィング言うてまあまあ入るから、そんなに相手別に余裕って方でもない。うん、そうだよね。で、これはダルマで取れるから、イベル死んでもよくて、で、バドレックス身代わり張れないから、だね、ダルマが初手に出てきて、こう、初手の立ち回りをね、引いた時はトンボしてくるし、トンボ指に突っ込んだら殺してくるしっていう、タクタクマシーンになってて、で、最後に、そのトンボかなんか引いた後に、で、まあ、裏に受け駒が大体入ってて、まあ、それで最後詰めてくるみたいなのがね、めちゃくちゃ、強烈なんだよね。で、イベルとバドの相打ちは構わないから、相手多分不意打ち読みで透かしに来てるんだけど、それは全然問題じゃなくて、あー、ラスト、まあでもダルマなんだったらこだわるはずで、それ以外やったら僕一回裏切ってイベルタル、あー、ゴリラか。これはまあダルマでも、いやー、ハチマキグラスラはでもさすがに大丈夫だと思うけどな。いや、まあ多分さすがに、これはもらったでしょ。で、スイング上から通る。死ぬくね？あー、ちょっと、タスキか。タスキの普通の攻撃は、だるま一回耐えれるから。てか、グラスラは耐えれるから。それで大丈夫かな。剣舞。玄米グラスらで全部処理しようみたいな感じかな、おそらく。ただグラスらさすがに半減だからイベルタルこれでもまあ耐えるっしょ。相手の多分ダルマハチマキあったと思うんで、ね、それで出せなくてって感じで、ダルマで結構相手でも戦術多分レヒレで削ってゴリランダーをグラスらで取るみたいな、そういうノリだと思うんだけど、ああこれはさすがに耐えるね。これはイベルタルがめちゃくちゃ強かったように見えて、ダルマがね、相手を威圧し続けてたという感じなんじゃないですかね。だからあれだな、ダルマとイベルタルで、レヒレとかその辺に役割集中かけてぶっ潰すの、強えな。ダルマ活躍する試合取りてぇ。じいじ、もう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この試合は多分ダルマの圧力が結構えぐい感じになる試合で、イベルダルマセット選出プラス、あー、抜け人がめんどくせえな。抜け人に打点ある駒出したいけど、まあ厚底ブーツなのは目に見えてて、ラッキーでステロマ行ってもあまり意味がないと。イベルダルの型次第ではあるなとは。まあ、ダルマから入るのは多分 OK で、抜け人引きに対して、まあ、ケアが効く駒を用意したいかな。相手ダルマ見るために抜け人ってでも選出結構ね、不安だと思うんだよな。相手もイベループだな。ダルマイベルタルアット1みたいな感じなんだけど。まあ、ヌオーナットレイとかは、選出的に割と押し切れるから。相手のイベルタル、メタルに弱くない選出で固めれるんだったら、まあ割といらない話はあるな。いやでもこれ多分押し切れるぞ。ピクシーあたり持ってく話割となくはないと思ってるけど、トリック通ると誰に対しても有利だよな。ピクシー持ってくか、イベルに弱くないし。抜け人に対してね、ピクシー引く動きした後が相手結構辛いはずで、オッケーオッケー、フェローチェから来てる。ここ、割と、まあ相手インファで突っ込めるっちゃ突っ込めるんだけど、僕、トンボをしたいんだよね。上から動けるのはまあ多分、助けだと思うんだよな。フェローチェスカーフで使う理由あんまないから、助けだと思ってて。いやー、まあトンボでいいか。で、スカーフなの？嘘でしょ？もう、これが、ヒヒダルマなんよ。
僕もだるま最速にしてるはずだから。さあ。ああ、イージスカーフみたいな感じか。まあ、コピクシーでいいね。で、フェローチェ。ああ、これフェローチェめちゃくちゃ重くなったな、突然。スカーフ、もう、バカマジでスカーフでフェローチェ使ってるやつ。トリックして。トリックして。まあ、ステロだな、先に。これでフェロ、ああ、じゃあでもタスキじゃないからあんま意味ないけど。うん。ラドキン TV 出てくる。相手を裏のイベル考えると、こっちはステロ巻いときたくて。マジで引いたのはバカなんだけど。僕がケアしなかったのが悪い話、まあまああるけど、これ裏、相手イベルだね。ここイベル引いて、ヘドバックで毒引いたらブチ切れるよ。バチバチに切れる。バチボコにブチ切れる。で、相手ピクシー考えると、ヤドキン TV はなかなか残しときたいはずで。ああ、瞑想からか。いやでもね、これステロマイタの効いてるのも、ステロプラスアクハでさすがに、フェローチェペラすぎるから、飛ぶ。ここはアクハでいいね。で、イベル出てくるにしてもステロ絡めて、デスウィングで削ればいいから。はいはいはい。ステロ入るのがまあまあ痛いと思うんで、ね、ダークホールさ、あ、重複はしたいんだっけ。どっちみち感あると思うけどな。半減とはいえ、まあまあ入るぞ。ああ。で、僕のイベルトル最速なんで上から動きます。で、スカーフもないから。これ、同速で僕が勝った瞬間、そうそう、成立してないんですよ。不意打ちあるからね、言うて、意地とかでもちょっと強いと思うんだよ、イベルトル。で、まあ多分トリプルアクセルかな、飛んでくるの。いや、それ多分ピクシーで受けれると思うんだよな。一応ちょっとダメ系するか。フェローチェで、ピクシーに対して、トリプルアクセルは受かる。イベルタルはトリプルアクセル耐えるけど。いや、弾考えると死ぬな。吹いて飛ばないから、トンボされて、ヤドキン出てくる分には相手ステロ入るから、ここピクシー引きでいいと思うんだよな。で、トンボに僕がね、アクハとかで突っ込んでると相手結構とんでもないこと起きるから、ここ多分さすがにトリプルアクセル。うん。これはピクシーでさすがに間に合うと思ってる。一回で外れ、終わったわ。でか。ヤドキンにステロ入るでしょ。ちょっと待って、もう一回ちょっとダメージ計算見ていい？トリプルアクセルが、ピクシーに対して、スカーフって割れてるからハチマキでもなくて、41% でしょ？ 3 発あって。まだこっから2体するから、ここトリックでいいか。ヤドキンの持ち物剥がせるんでもでかいし。ああ、フェローチ開けるならそもそも勝ちだし。で、こっから相手多分まあまあ難しくて、ここに、まあ相手多分釣るのが、あれなんだけど、まあそれをしていくと、相手は削れると。ヘドロでの、ヤドキン焼けるのもまあまあでかいか。ヘドロで二度と回復しないのと。いやでも釣ってもね、僕負けないから。で、ステロを加算で、結局、相手が、イベルタルの不意打ちの圏内に入った瞬間にフェローチェもう何もできなくなるから、スカーフのああいうポケモンがバカすぎる話ね。もし焼きに来たな。これ不意打ちの射程落とそうとしてるけど。さすがに僕の勝ちと。あんなバカな出来事が起きても僕勝つんですけど、それでも、ヒヒダルマがバカっていうか、ヒヒダルマがバカとにかく。ヤドキンショレル。で、これ多分イベル切るのがまあまあ危ない話あるな。いや、でも2回攻撃食らうより 1.5 倍になって食らう方がまだマシか。ここ多分シンプルに不意打ちでイベルタル切るのが正解かな。この動画をね、見て、ヒヒダルマが最初、なんか刺さってるみたいな話をしてて、やっぱヒヒダルマ弱えってなるの、バカらしいけど。トリプルアクセル。3発、まあ、許してやるよ。ちなみにさっきのとこ3発当たったら僕ピクシーで、月ピカしてから、結
結局ヤドキンに対してイベル投げるだけだからそんなに変わってないと思うんだよ。ピクシーの人、今ヤドキンが焼けてるか焼けてないかだけど、結局ヤドキンがそこで居座り続けて殴るってこと考える。ヤドキン釣っても釣ったでこっちが死なないからどっちみち勝ちですね。トリプルアクセル多分大丈夫でしょ。 1.5 倍でもヒットモイさすがにマックスあったら絶対耐えるね。あ、ピクシーいいな、意外と。まあ、ピクシー、ああ、フェローチのメインウェポン両方半減点は強いのか、実は。OK。GG。いやーもう、ヒヒダルマ使ってるやつはバカです。お疲れ様でした。GG。